やっぱ地元盛り上がるんですか、野球があると。いや、まだそこまでは行ってないけど、なんか昔のパ・リーグぐらいは人来てるからさ。なんか、藤井寺球場とかさ、なんかそんな感じ。大阪球場とかさ、川崎球場とかさ。昔はなんかもう本当に外野席でカップルがチュッチュチュッチュしてるみたいなのが、そう、こ外野席で焼肉を七輪で焼いてるおじさんがいはいたりはいとか。はい、そんなんでしたよね。そんな感じ、今。へえー。まあ、逆に言うとそれぐらいの客数なんだけど、その、ネット配信毎日見てくれてる人とかも結構いるし、ネット配信さえやれば、別に、変わんないからね。いや、面白そうだな。なんかそのスポーツとかって強いですよね。やっぱだけ説ど明いな、野球はとにかくサッカーと違って、毎週できんね。毎日できんね。で、毎日見てると、なんか、選手の名前覚えちゃうんだよね。なんか、4番打ってるやつってキャッチャーの外人なんだけど、ラモンってやつなんだけど、なんだっけ、あいつ。カブレラの息子だっけ。カブレラって昔いたの知ってる？なんか有知って名まなすやよ。つ。むちゃくちゃホームラン打つやつでしょ？そいつの息子がうちのチームで4番打ってるカブレラの息子が堀江さんのチームの4番？今。なんベネだズそエれ。ラ出身の。ゃくちゃ面白いじゃないですか。で、そいつが、だから、でもさ、やっぱキャッチャーの4番、キャッチャーってさ、やっぱプロ野球だと、なかなかレギュラー入りできないんだよね、外人って。あ、そうなんですか。なんか、知能派というか、コミュニケーションむっちゃ取れて。な、それもあるけど、外人。